マジで最高。そう。このメイキングムービーはフィナンシェサポーターの提供でお送りします。おいしい。まずいのか。抹茶ハイ。抹茶ハイ、はい、お願いします。はい、私声ガサガサやな、大丈夫かな。結構やばい。そうだな、外ロケの時にこれめちゃくちゃ、やっぱこれモデルさん用やからこうやって見えるようにしたんか。そうっすね。釣りが普通見えないイメージですね。美味しかったです。美味しかったです。ありがとうございます。立派に店長やってますから、はい、ぜひ皆さん、皆さん来たくなさい。すごい美味しかったです。美味しかった。うまかった。餃子も完全にサービスするのしてくれた。ぜひありがとうございます。ご視聴ありがとうございます。ありがとうね。また来るわ。はい、ありがとうございます。松下の YouTube 見たってな。はい、卵焼きにしよう。卵焼きにしよう。そう、エビの天ぷら1本ずつ。ね、それ残さん方がええもんな。普通にストーリーの待ちブラ中です、はい、動画する動画できます。はい、はいはい、ニューヨークさんと待ちブラしてます。待ちブラやってます、イエイ。最高の仕事です。今からお酒飲んでます。おしゃれだからあんま着ないスカジャン。いないです、持ってないです。ああそう、うん、スカジャンまではやっぱ着ない。まだその今ファッション行ってないスカジャンまで。まずいんか。めっちゃ美味しい。天井低いけど、こっちにめくばせしてる。美味しい。後ろ向いて。美味しいよね。こんなんテンション上がるような、こうやって買って食べるやつ。ちなみにね、ちょっとあれですからね、ここだんだん下り坂になってて、俺めっちゃちっちゃく映ってます。下り坂になってて。そうそうそう。そういうこと、そういうこと。それでも絶対。どうも、ミヤコです。お願いします。はい、一日、松木さんと街ブラロケ終わりましたけどね、上野で、アメ横で、昼から酒飲ましてもらって、はい、ね、いやいや、ただただ楽しいロケでした。ありがとうございます。なんかこれ見てくれてる方がこう支援してくださったおかげさまで、すいません、なんか僕らまで。で、これがちょっとオフショット的な感じなんですよね。なんかね、でもそのオンもオフも別にないというか、松木さん自体が、ね、本当にそう。あんまり変わらない方なんだね。本当にお酒好きだったね。うん、でもまだまだいけたな。いやもっとベロベロでも酒強いかそんなならへんのかな。確かにな。ちょっとね、またもう一回第2弾やりたいんで、またちょっともう一試合お願い。もうなんかもう一試合移動とかもせずひたすら飲むやつみたいな。やって次は もうもっとベロベロな松木さんを皆さんにお届けしたいなと。いや、いろんな話できたけど、しっかりしたね、うん、すごいよ、松木さん。気づいてたね、やっぱりいろんなことに。次はね、ちょっともうちょっとね、うん、松木さんのもっともっと裏側ね、もっともっとね、真の部分、うん、でもやっぱいろいろ知っていただいたんじゃないですか、知らないことも、うん、そうでね、がっつり見ついてることとか。でも多分結構ぶっちゃけてるから、あ、そっか、いろんなところで言うてるけど、もっとね、もっとディープな部分、次回がもしあれば、お聞きしたいなと思います。皆さん、またちょっと支援よろしくお願いします。ありがとうございます。楽しかったです。またもう一支援、ニューヨークもよろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。はい、フィナンシェ見てくださってる方、いつもありがとうございます。皆さんの支援のおかげでもう夢が一つ叶いました。本当に嬉しいです。大好きなね、ニューヨークさんと夢の一つだった街ブラロケ、まあ飲みロケだったんですけど、いやー、なんだろう、まあなんかこうより素というか、なんかあんまこう固くなんか番組っぽくするというよりかは、なんかニューヨークさんとこの機会でよりなんかいろいろ教えて仲良くなれたこととかもめちゃめちゃ嬉しいし、やっぱこうなんかニューヨークさんとセットでもっとなんかお仕事していきたいなっていう気持ちがよりなんか湧いたので、湧いた気持ちが湧いてきたので、なんかニューヨークさんね、 M1 出られてやっぱすごい人気なんで、引き続き
負けないように松木もちょっと頑張りたいなと思うので、このフィナンシェのなんか皆さんと一緒になんか成長できるような何か企画をこれからもやりたいなと思うので、ぜひこれからもよろしくお願いします。ありがとうございました皆さん。